いや、ジュラービス。いや、あの、また会ったね。いや、こんにちは。このラジオ放送局、気づくだろうけど、他の人がいないんだ。そう。ねえ、トラビス。僕はいつも、くそ、これのせいで、これが悪いんだ。チュートには敵がいるはずだ。そうだろ。何？ベールロードのことか。作り話だよ。存在しない。いや、いとこから聞いた。彼は奴らのために働いている男を知っている。奴らはコードフレーズと全てを持っている。自由への道をたどれ。一体どういう意味？嘘だろ。こんな話をしていたら人造人間に捕まえられる。友達じゃないんだぞ。何かわからないが、ほっといてくれ。どこに猫や。このシフトが終わったらビールに B さん。それだけでいい。喉がすごく渇いた。医者に酒はもう飲んではいけないって言われてる。コーラ、ぬかコーラが欲しい。動くな、人造人間。本物のラリーに何をした。本当だよ、人造人間じゃない。撃たないで、頼むから。家族だろう。銃を下ろせ、今すぐに。こいつは人造人間だ。皆殺しにする気だ。カイル、よし、見せ物は終わりだ。ダイヤモンドシティに人造人間は一人もいない。分かったか。放送は大概にしておけ。こっちに向けた。兄弟だったのに。無事でよかった。それが何より大事。人造人間じゃ、人造人間じゃない。そう言った。何回もそう言ったのに、なんで聞いてくれなかった。ちょっと時間が欲しい。まだ突っ立って何をしてる。早くどっかに行け。ねえ、おまわりさん。ゴミを漁ってないでどいてくれ。はい、おまわりさん。でも何があったのかだけでも。叫び声を聞かなかったのか。
男が自分の兄弟に向けて銃を抜いたんだ。人造人間だと思ってな。あの新聞のせいだ。家族が機械と入れ替えられてるかもしれないと思ってみんなイライラしてる。なあ、こんなことに巻き込んでしまって悪かったけど、もう終わったんだ。何もなかったかのように立ち去れ。その方がいい。おまわりさん、あっちに行ってくれ。薬でリラックスしよう。えい、スカベンジャー、バラモンの肉がたくさんフックにかかってるよ。待って、これは何の肉なの？バラモンのことを知らないのか？大きくて間抜けな四つ足二つ頭のやつを、この辺りで唯一の家畜なのさ。全部の商品はコッドマンファミリーの牧場から来た新鮮な肉さ。ただ時々妙なものをキャラバンから受け取るんだ。二つ頭の牛の肉より奇妙なの？ああ、お姫様よ、本当に奇妙なんだ。マイアラーク、ブロートフライ、ラッドスタックは全部プロテインだろ。連邦ではエリ好みできる。ざっと見る時間はあるわ。バラモンの新鮮な肉だ。他のものは自分で調達してくれ。買う価値があるものといったら一つしかない。酒だ。じゃあ他に何を食えって言うんだよ。本物のダイヤモンドシティの男は立ち食いヌードルを食べる。したいんだったらアデム、あんたがいたの忘れてた。イエフィム、どうした？あのさ、なんでもない。自分でなんとかする。なあ、あんたの話はどんなだ？傭兵か、キャラバンガードか。あなたが先、名前は何？ホーソンだ。あんたは絶対に町の外から来ただろ。チャールズ川の両岸からの移住者を知ってるが、あんたを見たことがない。とにかく仕事の合間はリラックスして人の話を聞くことにしてるんだ。人々を見てきた。ボルトや戦前の廃墟、大量のモンスターも見てきた。ボルトに行ったことは？ああ、ボルト81のことは聞いたことがあるか？彼らは冷淡でよそよそしいんだが、時々新しい人々を受け入れる。最高のモンスターの話を聞きたい。ダイヤモンドシティから来た。本当に怖い話を聞きたいか？インスティチュートと人造人間の話だ。大学の先には行くなよ。俺を信じろ。
彼らが何をできるか知りたくないだろう。それで廃墟を探索したの？最後に行こうとしたのはサレムだった。遥か北にある本当に古い町だ。たどり着くことができなかったかな。あの辺はかなりヤバい感じがする。また会いましょう、ホーソン。ああ、お手柔らかに。聞いているか、話をして。あら、バーを見てくれよ。このために人を殺したんだ。いや、冗談だ。やつは死んだがな。さあ、注文が決まったら行ってくれ。うん、ここがあなたのバーなの？その通り。兄弟のイエフィムと俺は連邦中で最高の密造酒を作ったのさ。ボブロフの最高の酒って言うんだ。これを飲んだ客が安全に気絶できるよう部屋を貸さなきゃならなかったがな。もちろん見てみるわ。それが聞きたかった。バーのオーナーは誰なの？ボブロフ兄弟がこの場所を数年前に買ったのよ。バリム・ボブロフはうるさい方、イエフィム・ボブロフは静かな方。そして私は彼らの喧嘩を一日中聞かなきゃならない。品物を見せてほしいの。毒に当たらないことを祈ってるなんてね。エドワード、ちょっといい？俺はかなり頑固だぞ。どこかで会った？いや、だがお前のことを聞いたこともある。俺はいつも危険な状況の切り抜け方を知っている人物を探しているんだ。仕事は何？まだわからない。ボスに会った者はどんな仕事でもやる必要がある。これは断言できる。仕事は危険だ。そして公正な報酬をもらえる。危険？遠慮しておくわ。お前は自分のやるべきことを分かっている。もし気が変わったらビーコンヒルのカボット邸に来てくれ。エドワード・ディーガンに会いたいと言えばいい。ねえ、ホーソン。もしそこに何があるか知りたければ、尋ね。あら。ああ、客か。泊まっていくか。ここについて話して。あまり話すことはないな。料理、酒、そして宿を提供している。このエリアに来る商売人が主な客さ。兄弟のバディムがバーを運営して、スカーレットがウェイトレスだ。彼女はルームメイクも手伝ってくれる。できる範囲でやってくれる。いや、興味がないわ。部屋がいるなら空きはある。
卑劣な奴らよりも嫌いなもの。